エアープレシジョンシューティングとは、日本エアースポーツガン協会主催のエアソフトガンによる、精密射撃競技、および同競技を主導する、丸ン製の精密射撃用エアソフトガンのシリーズ名。2004年現在、ハンドガンタイプの APS-1 と、ライフルタイプの APS-2、L96A1 スナイパーライフルを模した、APS タイプ96の3シリーズが、販売されている。 2007年 APS-1 の後継モデル APS-3 が発売された。ハンドガンサイズのエアソフトガンで競技を行う、ハンドガンクラスとライフルサイズのエアソフトガンで競技を行うライフルクラストがある。また、それぞれ高角照準機器の使用可能なフリーサイト部門と高角照準の使用不可能なオープンサイト部門がある。ハンドガンを使用して競技を行う部門である。 ハンドガンクラスでは元がサブマシンガンなどの長物を改造するなどしてハンドガンサイズにしたエアソフトガンの使用は認められていない。競技内容はブルズアイ競技とプレート競技、シルエット競技の3つである。ライフルを使用して競技を行う部門である。競技内容はブルズアイ競技とプレート競技、ムーバー競技の3つである。APS カップでは 認定銃でなければ出場できないルールとなっている。APS カップをスポーツとして成り立たせるため、製造から末端の販売ルートまで管理された認定銃のみを使用することで、場合によっては有害玩具とされることも、ある他のエアソフトガンと区別したエアソフトガンの規格内で作られた競技専用銃としている。カスタムはノーマルの30%までと定められているが、 ジャスグ認証部品を使う場合は、ノーマルと同等と認められ30%以外の、制限を受けない。APS-1APS-1 は、精密射撃向けアーコッキング式、ボルトアクションピストルである。いくつかのバリエーションが存在する。元々の APS-1 は、コルトガバメントのシングルショットモデルを模したものであった。初期型を、ドミネーター。 グランドマスター発表後に発売されたマークスマンの2つがあるが基本構造は共通である。その後、大幅に改良したグランドマスターが発売された。外観は競技用のエアピストルを模したものになり、さらに機構と基本性能もドミネーターから大幅に刷新された。同じ APS-1 の名を関するものの事実上、別種の新型モデルとなっている。 なお、グランドマスターは、ダットサイト、スコープ等の 20mm レール規格の、光学サイトを標準状態で搭載可能である。APS-2、APS-2 マークに。スコープは別売で、有定は、社外品に乾燥されている APS-2 は、1994年にデビューした、ボルトアクションライフルである。デザインは、 オーストリア主体ア社のステアー SSG が原型であると言われているが、その面影はあまり止めていない。完全なノーマル状態であっても高い命中精度を持ち、エアソフト眼霊名器からの長き歴史を持つ、タカトクトイズ SS-9000 から、ボルトアクションの王者の座を奪い取った。それ以降、サバイバルゲーム等の競技における、狙撃銃としての地位を揺るぎな着物としたが、 東京丸い VSR-10 という強力なライバルが出現 APS-2 対 VSR-10 という対決の構図となっている。かつての SS-9000 のようにカスタムパーツだけで一丁組み上げられるというほど多くのカスタムパーツが各メーカーから発売されている。オリジナルモデルの他に単称固定ホップ仕様のサバイバルゲーム向きと目される SV モデル。 木製ストックのマーク2がある。その他に限定生産品も存在する。APS タイプ96、引き金後部の重傷に大きく穴を開け、そこに親指を通して握り込むサムホール型の重傷を持ち、外見上は従来の APS シリーズと大きく異なる。重傷後部のパッドや、ホアテブの取り付け位置を、居手の体格に合わせて調整できるようになっているほか、 断層内の残弾がなくなったことを知らせるエンプティインジュケーターやボルトが操作済みかどうかを知らせるコッキングインジュケーターなど多くのギミックを備えている。アキュラシーインターナショナルのオータムウィンターシリーズをモデルとしているとされる。うち外装問わず従来の APS シリーズ同様に豊富なカスタムパーツが発売されている。重症の色を変更した。 バリエーションモデルが存在する。APS-3、APS-3 は2007年に販売開始された精密射撃向けアーコッキング式ピストルである。特筆すべきは国内初の蓄機式、トイガンであることであり、この形式は実中のエアピストルを相当意識したものであるとみなされている。そのため加工学サイト搭載を前提とした形状をしていないこと、 トリガーの重さがグランドマスターよりも重くされていることなど、これまでの APS シリーズとはやや性格をことにする部分も見受けられる。APS-1 との共通箇所はほとんど見られず、別種の新型モデルとなっている。操作法もエアシリンダーへのコンプレス動作、球段レバーによる球段動作と2操作が必要とされる。本機の販売は、 マルゼン自身で行っているだけでなく、スイスの精密射撃競技銃メーカーであるヘンメリーへも OEM 供給されている。APSSR-22008 年に販売開始された入門用を意識したライフルタイプ。APS-2 から派生したスラック式ショットガン CA870 からのフィードバックにより、価格低下、小型化、軽量化がなされている。 だが、APS-3 の流れを組む薬室の構造により、他のモデルに引けを取らない命中精度を持つ。簡単なパーツ組み換えにより左利きにも対応すると、扱いやすさを追求したモデルである。後に、若干の単純進化と可変ホップアップ搭載を行った LRV も登場している。APS-3 ライフルピストル部門に比べて、 認定銃の種類と流通量が圧倒的に少ないライフル部門のためメーカーのマルゼン自身がが APS-3 をベースにライフル化した試作カスタム品である APS カップのルール上ハンドガン部門の認定銃にストック等を追加してライフルのルールに適合させることで出場可能になる出場者自身のカスタムによりハンドガン部門の認定銃をベースにしたライフルでの 出場があったが、メーカー自らそのカスタムを行ったものである。2019年の APS カップ本大会にて、プロジェクト復活として展示されていた。KSC の精密射撃競技銃はトリガー周りの機構がユニット化されており、トリガープル、ストローク、視野のエンゲージ量、視野にかかるスプリングテンション等細かな調整が行えるようになっている。 GP100 シリーズ GP100 シリーズはガス圧をパワーソースとして使うピストルである。HFC134A などのガスをタンクに注入して使用する、いわゆるガスガンである。オープンサイトを備えたモデル、フリーサイト用の 20mm レールを備えたモデルなどがある。AP200 シリーズ AP200 シリーズは、マルゼンの APS-3 と同様の 蓄圧式ピストルである。パワーソース以外は GP シリーズと同様にオープンサイトモデル 20mm レールを備えたモデルなどがある。グレーン1000シリーズグレーン1000シリーズは GP100 シリーズと同様のガス圧を利用したライフルである。多くの部品が削り出しによる高精度な作りとなっており、各所に調整機構を備え競技専用ライフルにふさわしいものになっている。 AR2000 シリーズ AR2000 シリーズは AP200 シリーズと同様の蓄圧式ライフルである AR2000 シリーズはライフル競技独特の射撃姿勢のため AP200 シリーズと異なりコンプレストレバーは丈夫斜め上に向けて操作するようになっているパワーソース以外はグレーン1000シリーズと同様の作りとなっているプラスチックの塊から削り出された 競技専用の BB 弾で研磨精度が高い重量 0.29g ありがとうございます。